仕事します。さっきも言った通り、本当に新幹線に乗ってる気分になります。さらに2階がある新幹線に乗ってる気分です。本当に最高でした。そして私が乗っていた時間帯が、まあ人は結構いたんですけど、満席ではなかったし、隣に誰もいなかったので、とても快適に仕事できました。藤沢は少し離れてるんですけど、でも時間はとてもあっという間に経っちゃいました。そしてあと少しで藤沢に着くんですけど、初めてのグリーン車の感想は予定が終わってから教えます。まもなく藤沢、お出口は右側です。小田急線と江ノ島電鉄線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。 The next station is 藤沢 JT8。はい、藤沢に着きました。もうこのコンビニ可愛いですね。電車みたいで、縦と予定があるところに向かいます。今日は実は面白い体験を受けます。それは私の予定だったんですけど、はい、初めてのハンモックヨガです。それをやりに来ました、藤沢に。はい、お邪魔します。初めてなのでちょっと緊張してます。中の雰囲気がとても良くて、木造のデザインでとても落ち着きます。はい、スタジオはこんな感じです。このハンモックでいろいろやるらしいです。そしてレッスン中は撮影はダメだったんですけど、レッスンの後少しだけ撮影していただきました。で、この逆さまになるポーズはスパイダーマンというんですけど、とっても気持ちよくて本当に最高でした。はい、皆さん、今私の用事、まあ、さっき見た通り、ヨガでしたね。ハンモックヨガっていうね、すごい面白い体験受けて、とても楽しかったです。なんかすごい体スッキリしました。なんか全身も鍛えられるし、ストレッチもするし、あと逆さまもやるので、さらに体スッキリする。なんか血流の動きね、変わるので、とてもいいです。はい、そしてこれからまた都内に戻ります。今回は有楽町に行くんですけど、有楽町で友達へのプレゼントを買いたいんですね。そしてその後はカフェでちょっとゆっくりしたいんです。その間はグリーン車の感想も共有できれば嬉しいです。さてと、まずは私はグリーン車に乗るのは初めてだったんですね。だからチケットの買い方とかも全然わからなくて、とりあえずやってみるかっていう感じだったんですけど、で、もともとわからなかったので指定席があると思ったんですね。だから座れるために追加でそのグリーン車チケットというか、グリーン車代払って席が決まるから確実に座れると思ったんですけど、そうじゃなかったんですね。万が一満席、特に満員電車の時は多分グリーン車使ってる人結構たくさんいると思うんですけど、その時はグリーン車代払ってもね、追加でグリーン車も満席であることも結構ありえるんじゃないかなと思いました。だからグリーン車代払ったとしても確実に座れるわけではないということですね。
これは電車に関して一番大きいびっくりでした。次のびっくりは車両の作りです。はい、2回回りますね。で、私いつも不思議に思ってたのは、車両自体は普通の車両と同じ大きさじゃないですか。でもグリーン車のところに2階もあるんですね。で、普通の車両に乗ってた時はここってどうやって2階も作れるんだろう、だってもう天井はこんなに近くにあるのにと思ってたんですけど、グリーン車に乗ったら2階もあるのに普通にね、普通に歩けるんですね。しゃがむ必要もないし、なんか変なこと言ったかもしれないんですけど、でもそう、車両の作りも結構不思議でびっくりしました。普通の車両と同じ大きさなのに、あの間隔、スペースの間隔は全然違くて、すごいと思いました。で、2階に乗るとさらにね、あの景色とかを眺められるのでとても最高でした。ずっとね、2階の席に座りたくて今回はできて本当に嬉しかったです。景色は本当に最高でした。その次にびっくりしたのは、まあそれはグリーン車だけじゃなくて普通に電車自体に関することなんですけど、お酒を飲めるんですね。そう、日本の電車の場合だとお酒は普通に飲めるんですよね。結構見かけますね、あのお酒を飲んでる人。今回もグリーン車に乗った時もお酒を飲んでた人がいたので、あ、そういえば日本の電車でお酒を飲めるんだって思い出しました。そしてもう一つのびっくりした点は、まあ日本の電車全体的にあの結構静かだと思うんですけど、話してる人もいれば、まあ、そんなに大きい声で話さないとか、マナーモードみんな使ってるとか、まあ、全体的に静かだと思うんですけど、海外と比べるとですね。でもグリーン車はさらに静かでしたね。すごく静かでびっくりしました。どこも撮りたかったんですけど、とても静かだったので結構話しづらかったんですね。だからあの始まりはちょっと声が小さかったんですけど、でも逆に静かでとても良かったです。もう仕事に集中できますね。この点はとても気に入りました。あと気に入った点としてはテーブルがあることですね。もう本当にとても便利です。パソコンとかもね持っていて、気軽に快適に仕事ができます。今回はグリーン車に乗ってみてとても気に入りました。デメリットとしてはグリーン車代は少し高いです。あと指定席できないです。でも時間帯を選べば座れるし快適に仕事できます。ということで、私の今日の一日はとても充実した一日でした。神奈川県まで行ってハンモックヨガもやって、初めてグリーン車に乗って初めてハンモックヨガをやってみて、そして東京に戻って友達へのプレゼントも買って美味しいケーキも食べてとても幸せです。そして今回の動画をここまでにしたいと思います。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。私にとって励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。いい一日になりますように。